焼津漁港を舞台にした冷凍カツオの窃盗事件をめぐり、焼津漁協は今日、港を監督する県に対し再発防止策などをまとめた報告書を提出しました。焼津漁協の橋ヶ谷武雄組合長などは今日午前、県の水産海洋局を訪れ、漁協が独自にまとめた報告書を県に提出しました。報告書にはソフトハード両面の環境整備や新たに設置する予定の第三者機関による職員への再調査など5つの項目を柱に、計量や運搬のルール改定や監視カメラの増設、コンプライアンス意識の徹底などの再発防止策が示されました。これを着実に誠実に実行し、漁業者をはじめ、皆様方の信頼を取り戻すべく本段の改善改革に努めていく所存であります。焼津漁協は来月中にも弁護士や水産関係者で構成される第三者機関を設置するとしています。